うんから始まる言葉は今日本語にないということを言いましてですね、昔馬と梅、ホースとプラムが馬めっていう風に発音してて、一応この2語が存在しているということは私も知ってたんですけれども、混乱するかなと思って言わなかったんで、十分気づいております。はい、それから東北ご出身の方が、んだんだとかんだなすとかんがなねとかんぐ行くって意味ですけどね、んぐっていうのはんから始まりませんかということなんですけども、一応方言で特徴的に使うということで、実はこれもカウントされていないということなんですけどね。でも唯一東北の方の出版社でんだんだ出版社ってのがありまして、そうですか。結構ん会では注目されてる出版社ですね。そうなんですね。んだんだ出版ってのがありますね。だんだ出版、はい、また機会ありましたらんの話を、今日はこの辺で失礼します。さよならさよなら。セブンアンダイグループのデニーズから、これ1枚でお食事代 5% オフ、お会計も楽々できちゃうデニーズカード。正午です。さあ、お待たせをいたしました。日曜日お昼12時を回りました。今気温は28度ぐらいですかね。この間うちの猛暑に比べれば随分楽になりました。台風13号の足取りが気になるところでございますが、お帰りなくお過ごしでいらっしゃいますか。今日は旧暦8月15日十五夜でございますがね、お天気がちょっと心配ですが、明るい月と書いて明月、十五夜、三五夜、三五の月なんてダジャレみたいな言い方もありますね。他に餅の夜、餅月、今日の月、芋明月、今宵の月などなど、いろんな言い方がございます。良い夜と書いて良夜という記号もあります。これは十五夜の他に十三夜に使われることもございますね。そして月が見えない曇り空の十五夜は無月と呼ばれます。中秋無月、曇る名月、富安風生の国、行くたびも無月の庭にいでにけりというのがありますな。まあ十五夜がダメでも、明日のいざよい、明後日の立ち待ち月、さらには今待ち月、節待ち月、とにかく昔の方、名月への執着心は一通りではなかったわけでございますがね、なんとか今夜雲が切れてくれるのを祈りましょう。さあ、それでは今日もひとときのリラックスタイムをご一緒に、 MDU バックグラウンドミュージックお聴きいただきます。曲はチピチピ天国、ゴールドフィンガー、クアンドクアンドクアンド、茶色の小瓶、ラ・パロマ、アンチェインドメロディー、甘いささやき、君去りしの地、恋よさようなら、愛のセレナーデ、恋を抱きしめよう、リベルタンゴ、追憶、二人の誓い、バラは憧れ。この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
1900年、明治33年の今日9月14日、女性教育家津田梅子が東京麹町に女子英学塾を開きました。現在の津田塾大学の元になった学校です。津田梅子は明治4年岩倉具視の欧米使節団とともにアメリカに渡った5人の女子留学生の一人でしたが、その時の彼女はなんと6歳。でこの女子留学生のアイデアを提唱したのが当時北海道開拓使の長官だった黒田清隆で、その下で働いていた父親の希望で実現した幼い梅子の渡米でした。その時10年間アメリカに滞在した梅子は帰国後すぐに伊藤博文の推薦で華族女学校の教員となり、その後再び渡米して帰国後私塾の設立を目指しますと、留学仲間や外国人の知人らが無報酬での援助を申し出るなど順調なスタートとなりまして、専門学校津田英学塾、津田塾専門学校を経て1948年津田塾大学となり、現在も日本が誇る英語教育の名門校でございます。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
ロビンフッド伝説で知られるイギリスはシャーウッドの森。この森を作っていた木々はエリザベス一世の時代、スペインの無敵艦隊を迎え撃つための船を作る材料として切り出されまして、当時その規模は100分の1ほどになってしまったとか。木々の名はオーク。そしてその数百年後、同じこの森にそそり立つオークの木の下で愛を交わし合った貴婦人と森番の男の物語、ロビンフッドとチャタレー夫人の恋人の舞台は同じ森だったんですね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。時刻は12時23分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。高速道路の下り線の渋滞は短くなってきましたが、東名高速道路の下りは大和トンネルで17キロ50分、中央道の下りは日野バス停で9キロ、相模湖で20キロ、関越道の下りは高坂で2キロ、千葉の京葉道路の下りは穴川で4キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の上り、渋谷で車3台の事故のため左側が通れません。駒沢から20分、工事のため5号線の上りは板橋ジャンクションで4キロ半、志村から30分、両国ジャンクションへ向け6号の上りは向島から25分、7号の上りは錦糸町から10分です。一般道路は鶴川街道の内回り、増田市能ヶ谷で事故が起きています。次の TBS ラジオ交通情報は12時58分にお伝えします。関東地方は夕方から雲が多くなって、山沿いでは雨のところもありそうです。明日も全般に曇り空で、朝と夜を中心に所々で雨という予報になっておりまして、お月見は望み薄ですかね。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は和歌山源三です。
男前というのはご存知の通り元来は男に対する褒め言葉だったんですが、今ではこれが女性向けの言葉として使われるようになっているんだそうですね。ある調査機関の調べでも、デートより仕事を優先とか恋人に頼られると嬉しいなどといった男前女が増えていると報告しております。まあ早い話がですね、この前のオリンピックで輝いた女子選手たちなどはみんな、いやー男前だねーとなるんですって。まあ言葉は時代とともになんて言いますが、なんか変な感じですね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
コーヒーの CM で日本でも人気の高いアメリカの俳優トミー・リー・ジョーンズ。貧しい家庭の生まれでしたが、奨学金を得てハーバード大学へ進学。後の副大統領アル・ゴアがルームメイトだったといいます。大学時代は成績優秀な上にフットボールで最優秀選手賞をもらったりして文武両道を極め、その後結局は演劇の道を選択してブロードウェイの舞台に立っていた24歳の時、ある愛の歌で映画デビューしたのですが、顔がごつすぎると嫌われて、その後3年間は仕事ゼロ。79年の歌えロレッタ愛のためにで高い評価を得ましたが、その後また10年以上役に恵まれない状態。ところが91年の JFK で暗殺に関わる重要人物クレイショー役でアカデミー助演男優賞にノミネート。2年後の逃亡者のジェラード警部役でついに助演男優賞を受賞して大ブレイクとなりました。以後は主演クラスの大物脇役として地位を固め、今年のアカデミー賞でも告発の時で主演賞候補、好調を維持して明日62歳になります。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
時の経つのを忘れさせてくれます。今日はチピチピ天国、ゴールドフィンガー、クアンドクアンドクアンド、茶色の小瓶、ラ・パロマ、アンチェインドメロディー、甘いささやき、君去りしの地、恋よさようなら、愛のセレナーデ、恋を抱きしめよう、リベルタンゴ、水浴、二人の誓い、バラは憧れ。以上、大枝誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。 MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。引き続きサンデープレゼントのお知らせでございます。ではサンデープレゼント、まず当選発表です。株式会社東京宝石のご協力による誕生石プレゼント、9月の誕生石サファイアを使いましたブローチとペンダント1000通余りのご応募の中から、ブローチは埼玉県入間郡の木戸春江さん、ペンダントは練馬区の小高明子さん、このお二人が9月の幸運を射止められました。おめでとうございます。どうぞご愛用ください。なお、長い間番組にご協力くださいました東京宝石さんの誕生石プレゼント、残念ながら今回が最後ということになりました。長年にわたってのご協力に改めてお礼を申し上げます。それでは今週のプレゼントのお知らせ、今週はこの時期ならではの美味しい茨城県産の新米でございます。米作りが盛んな茨城県では県内全域で米が生産されています。特に茨城県はコシヒカリの作付け面積が全国5位、コシヒカリの生産量全国2位を誇る関東の米どころ。茨城県は6月にたっぷり雨が降って、7月8月は晴天続き、9月には空気が乾燥するという、稲の成長には最適な気象条件に恵まれておりますので、美味しいお米が育ちます。そんな茨城のコシヒカリはツヤ、コシ、粘りと三拍子揃っていて、もちろん味も抜群。食欲の秋に茨城のお米をどうぞご賞味ください。今週は茨城県産米銘柄化協議会から本年度産のコシヒカリ5キロを10名の皆様方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお書きになって、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼント茨城のお米の係へお申し込みください。9月18日木曜日の到着分まで有効です。当選の発表は来週日曜日のこの時間に行います。インターネットからのご応募は番組のホームページからお入りください。国分寺市の西村恵子さんからのメールです。お天気のお話、雨の話題、思わずほーっと番組を拝聴しながら独り言を言ってしまいました。我が家の近くを JR 中央線が走っているのですが、その線路の南側と北側で天気が違っていることがしばしばです。線路の南側では布団を干しているのに、北側では雨降りとか、当然踏切のこちらとあちらでは傘を差している人、差さない人が怪訝な顔をして向き合うことになります。科学的に解明できないものでしょうか。なるほどね、あるんですね、そういうことって。埼玉県大里郡の丸山優子さんから、これはおはがきです。初期払いスペシャル、本当に素晴らしかったです。9月8日が誕生日の私はセプテンバーソング里の秋、特に感慨深いものがあり嬉しかったです。同じ年代の友人たちは口を揃えて誕生日が嬉しくないと言うけれど、私にとっては本当に嬉しくありがたい日です。死を意識しながらの闘病を続ける者や家族にとって生きていることへの感謝は日々忘れないことですが、そんな日々の積み重ねの先に誕生日も訪れる。今年の9月最初の日曜日、心地よい音楽をプレゼントされ、贅沢な時間を過ごしました。これからも毎週楽しみにしています。ありがとうございます。またお便りお待ちしております。神奈川県秦野市の目黒由美子さん、いつもお便りありがとうございます。最近めっきり秋らしくなり、我が町は丹沢山系と大山の麓なので、赤トンビが飛び、スズムシなどの赤トンボが飛び、スズムシなどの声も聞こえます。落花生の収穫期で掘りたての落花生を茹で上げて瞬時に冷凍した腕ピーも人気があります。生キクラゲも収穫期でつるっとしてプルプルとして、酢の物やかき揚げとして食べると美味しいです。秋は食べ物よし、ミュージックもゆったりした気分で聴けるので好きです。腕ピーですか、珍しいですね。キクラゲのかき揚げも美味しそうですね。
さて来週は21日、もう秋のお彼岸なんですね。それにしても今夜の名月はどうなりましょうか。それでは日曜日のお昼にまたお会いしましょう。和歌山玄三でした。ごきげんよう。ただいま開催中、 TBS ハウジングマイホームフェア。宇都宮ベルモール会場、宇都宮インターパーク会場では栃木住宅祭を開催中。15日のお楽しみはベルモール会場の人気キャラクターショー、そしてインターパーク会場の鉄道模型フェスティバルです。宇都宮ベルモール会場は JR 宇都宮駅東口から東へまっすぐの柳田街道沿い。宇都宮インターパーク会場は新4号バイパス宇都宮上野川インターチェンジ横です。快適な住まいづくりの TBS ハウジング、ご家族揃ってぜひどうぞ。 TBS ハウジング。時刻は12時58分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。高速道路は東名高速道路の下り大和トンネルで15キロ35分、中央道の下りは府中バス停で3キロ、日野バス停で2キロ、小仏トンネルで12キロ、相模湖で3キロ、千葉の京葉道路の上りは事故のため穴川で2キロ半の渋滞です。首都高速道路は3号線の上り、渋谷で事故のため5キロ半、駒沢から35分、工事のため5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロ半を30分。都内の一般道路は第二京浜の上り、大田区西馬込1丁目で事故処理が続いています。左車線が通れません。この後も安全運転で。次の TBS ラジオ交通情報は12時20分お伝えします。ハンバーグ一筋40周年びっくりドンキー、秋限定のこだわりメニュー登場。ハンバーグは5つの野菜入り包み焼きでピリッと辛い味わい、きんぴらパケットステーキです。秋限定のドリンク、デザートもあり、味わい盛りだくさん。びっくりびっくりびっくりドンキー。店舗を貸したい売りたい、店舗を借りたい買いたい、そんなたい人いらっしゃい。日本ソフト店舗は横浜本社を中心に東京、千葉、埼玉、神奈川で展開。お問い合わせは 045-324-0455、 店舗専門仲介の日本ソフト店舗です。 954TBS ラジオセブン&アイ